三が寺辻の坊山門。右側に三門の由来が記された札が見える。樹勢東沼津領の標中。沼津城はかつて駿河国寸東軍にあった日本の城。別名館長城。1641年の大化後、城跡が開墾地となり、1778年正月、沼津藩水野氏が受け取り、縄張りや着工の準備が始まった。 2月、江戸から、松本藩時代の軍学者で、求心とも関係のあった、吉田節王が、門弟の神田聖治とともに、沼津におもき、上地を見て回り、数日かけて、本丸や二の丸等の縄張りを行った。10月、吉田節王の絵図面を伏した伺いが要番道中、松平右近証言に提出され許可を得るに至ったが、最終的に、吉田節王の図面を中止して、 田沼をきつぐ家臣の須藤二郎兵衛に依頼することとなり、着工は延期となった。1779年9月、田沼家の国表である、東都海国相良の大工善志郎が、豪宿の境や三行七宅に投留し、不審工事全体を統括した。当領には、大工公衛門が選ばれ水りも任された。御用係は、大工平三郎が担った。縄張りについては、 須藤二郎兵衛自らが言った。10月、前四郎の水森坪数と肘方五不審使用帳が完成したので、沼津藩江戸屋敷に送った。沼津藩では、翌1780年4月に、須藤二郎兵衛の絵図面で築城は認可され、築城が進められ、その年の暮れに完成した。上地受け渡しから城の完成までには、満三年を費やした。177 17年。 幕府から沼津藩に対し追記資金として3000両が対応された。翌1778年1月に、ニラヤマ大官から土地が引き渡され、さらに翌1779年4月に、縄張りが幕府に認可された。城が完成したのは1779年9月で、あるという記録がある。しかし、その後も徐々に不審や拡張が行われている。実際に、 水野忠友は、後一代に成就に及ばずと残している。1830年に敷地が拡張され、ここは御天寺と呼ばれ、沼津市天寺町として残っている。1831年から翌1832年に、かけて二重屋倉を完成させた。また、1850年には、幕府から、不審の許可が降りている。同じ場所には、かつて、三枚橋城があった。 三枚橋城と沼津城の絵図は共通する部分が見られることから、堀の一部を埋め立て立てるなどして三枚橋城を沼津城にそのまま利用したと考えられている。三枚橋城と比べると沼津城はあくまで成長という側面が強く、面積も三枚橋城の約半分しかない。林鶴良は江戸から遠州へ赴任する際に沼津を通過しており、その時の印象を 林鶴漁日記の中で、沼津城手薄の様子部風のスイカ、昨夜と書いている。梯子角式平山城で仮の川に隣接して、本丸、その北西に二の丸三の丸が作られていた。天守に相当する山荘の櫓を本丸に建て、二の丸に御殿を置いた。最終的には、水野家八代の五万国の城下町として栄えた。 一時期沼津兵学校が置かれたものの、1872年には東京に移転し、1873年廃条例を待たずして破却されることになった。敷地は民間に払い下げられ、旅重なる大火や道路の新設、堀の埋め立て等を経て、城郭は失われた。現在は大手町という地名が残るだけであるが、本丸跡は、 中央公園として整備され、沼津城本丸市の石踏みが立つ。ここまで、ほぼ完全に破壊された城も珍しいと言われるが、数少ない現存する遺構として、市内の三つ長寺辻の坊山門が、城門が移築されたものと伝えられている。また、市内カヌキの民家に奥座敷があったとのことだが、現在では取り壊されている。沼津城城市沼津市大手町中央公園沼津市、 大手町川ぐるわ通り、沼津城後南側沼津城下町、沼津城のエリア、沼津市大手町下旧鉄砲長赤明治に至り、水の藩が、和佐国菊間に違法される。1868年沼津兵学校が開校されると、城はその校舎として使用された。しかし1871年9月に、沼津兵学校の管轄を、兵部省に移す通達がなされ、 名称も、同年12月に、沼津出張兵学寮と解消。1872年2月に、兵部省が廃され、陸海軍領省が置かれると、5月陸軍省の命により沼津出張兵学寮はすべて東京に引き上げることとなり、これをもって同行は並行となった。城は1872年、競売に出され解体された。 1889年東海道線開通に、伴い、沼津駅前から南北に縦貫道路が設けられた。これは、沼津城を南北に縦断するものであった。その後沼津は二度の大火に見舞われ、城の堀は埋められ、さらに1945年の空襲により、城の面影を残すものは、ほとんど見られなくなった。沼津城下は、はじめ、港町として、ついで宿場町として、 十分に発展した後に、城下町となり、城郭や侍屋敷は、町の西北愚の城市の空き地に建築されたため、城下町としての区画整理はされていない。宿場町として栄えた江戸時代前期には、本陣や旗小屋の置かれた、本町、下、本町を中心に栄えたが、城下町の性格を濃くした江戸時代後期には、大手前の上土町が城下市場となり、重要性が増した。 宿通りと侍屋敷の間の空き地が順次町屋で、埋められ、新たに大門、新浦町、八幡町などの町々が発展した。城下町には農業村の生産物が集まり、藩内全域の物資の集散地として栄えた。商人は城下町の居住者に生活必需品を供給するほか、農村部にも日用品を供給した。1868年、 民政裁判所に提出された報告書によると、場内には侍小屋105件と長屋56棟385軒が存在し、男性1181人、女性1188人の2369人が居住していた。ありがとうございます。